でデザイン科に通う女子高生です。小さな焼肉屋でバイトをしているのですが、お店の仕事とは別にデザインの仕事を任されています。今回メニューを任され、先日完成したものを渡しました。サイズや構成を確認した上で作成したのですが、サイズが大きすぎる何色を使いなど、後から要望い言って全員品やり直しておりました。4日間寝ずに作成したもので、事前に確認もしたのは納得いきません。やり直しのオンビにやめられますかやめるのかあえっ、ー、とですね。 あのデザインの仕,方仕事ってこれ普通なんですよ。要はその例えばじゃあこういうデザイン必要だよねって現場の社員の人が言ってお互いにやり取りして「じゃあこれでどうですかあいいねいいね」イイって言って。 あの部長が「いやこれ駄目だろ」っていうので「あの部長がダメっつったんで直しなんですよって言われて「じゃあ直しました」っつって直して部長が、OK「o k ケーって言った後に社長が「いやこれ駄目だろ」みたいなのって全然あるんですよ。なのでそのデザイン管に通ってるので将来デザイナーで食っていくと思うんですけどあの残念ながらデザイナーよくあるあるある話で「OK」って現場で言ったものが全然鶴の一声で変わるはすごく嫌くあることなんでこういうものであるという認識をしてください。 なのでその多分一生懸命使ったのがダメになってそのもうやめたいっていう気持ちになってると思うんですけどそれ普通です。であのみんなこの壁に引っかかるのでなのであの早めにむしろそれが体験できたっていうことだと思うのでそのあこういうふうにデザインの業界って進んでいくんだねっていうので他の同級生に比べるといい経験が早めにできたっていうふうに感じるといいんじゃないかなと思います。